全財産を奪われた女性会社員3300万円を男から取り戻せ。大手企業で働く菊池理恵さん。菊池さん。はい。明日使う資料、これも追加してもらえるかな。大丈夫です、今日中に提出しますね。よろしく頼むよ。はい。上司からの信頼も厚く、仕事一筋で生きてきた。しかしプライベートでは、ああ、誰か話し相手が欲しいな。40代も半ばを過ぎ、理恵さんは結婚相手を求めていた。相手を探すために頼ったのがマッチングアプリ。趣味や収入など登録された異性のプロフィールをチェックし、興味を持った相手と連絡が取れるアプリ。するとそこで気になった男性が。関西在住、元ナンバーワンホスト、会長職を務めています。この人面白そう。今まで知り合った人とは全くタイプの違う男性、名前は和樹。その時の印象を理恵さんはこう話す。写真の感じだと、その、まあ、会社経営者の方の雰囲気ではなかったので、実際どんなお仕事されてるのかとか、そういうのはなんか、まあ、興味があったので、ちょっとお話聞いてみたいかなみたいな、そういう気持ちはありました。今までお付き合いしてきた中でのご縁がなくて、まあ、今まで独身できて、いくつになっても、まあ、あの結婚したいとか、まあ、家庭を持っていけたらいいなっていう思いはありました、はい。興味半分でメールのやり取りを始めたところ、まだ起きてます？全然眠れなくてメールしちゃいました。おはよう、今からお仕事、頑張ってね。仕事中心だった理恵さんにとって、和樹との他愛ないやり取りは、親しく忘れていたときめきを思い出させてくれた。実際にやり取りしたメールでは、どんな女性がタイプなんですか？基本的に今までの恋愛は年上ばっかりでした。今は離婚してから一人なんで、甘えてくれる子がいいですかね。私年上ですけど大丈夫ですか？だからいいんじゃないですか。よかった、ありがとうございます。やり取りを始めてから1ヶ月、ついに2人で会うことに。和樹はわざわざ関西から東京に来てくれた。こんにちは、理恵さんですか？はい。和樹の第一印象について理恵さんは、なんか元ホストだっていうのも聞いてたし、派手な人だなと思ってたんですけど、ちゃんとした人なのかなっていう印象を持ちました。そうなんですか？まだこれからなんやけど、いずれ東京にも出てこよう思てんねん。経営コンサルタントと不動産関係と美容関係の会社を3つやってるって言ってました。理恵さんによると、和樹は3つの会社を経営し、会長職に就いていると話した。高級会社を何台も所有し、芸能人の知り合いも多いという。ホストをしていたためか、社交的で話も面白い。そして何より、周りには子供もいるのに
私には仕事しかなくて。何言うてんねん。仕事を頑張ってるもリエさんの魅力やんか。周りのことなんか気にせんでええねんって。リエさんの悩みを親身になって聞いてくれた。その後も電話やメールでやり取りを続けた二人。そしてついにリエさんの願いが叶う瞬間が。リエさん、僕と付き合おう。ほんで一緒に暮らそう。はい。半ば諦めていた結婚、憧れていた幸せが急に目の前に広がった。この当時の実際のメールのやり取りは。私のことどう思ってる？俺も愛してるし、今後結婚したいよ。今日は時間ない中、本当に会ってくれてありがとね。こちらこそ、ありがとうな。リエさんは結婚を求められ、母親にも和樹を紹介することに。リエさんとお付き合いさせていただいております。和樹さんは会社を経営しててとってもしっかりしてるの。リエさんと結婚したいと思ってます。絶対に幸せにします。嬉しいわ和樹さん。うちのリエをよろしくお願いね。はい。どうぞたくさん食べて。はい。大事な母親のことも安心させてくれた。リエさんには和樹がとても頼もしい存在に思えた。さらに、今度仕事場を東京に移そうと思ってるんです。ぜひお母さんも一緒に暮らしませんか？リエさんと母親の生活も気遣ってくれる和樹。幸せにします。嬉しいわ。母の通ってる病院の近くとか、通いやすい場所とか、そういうとこ考えて一緒に生活しましょうっていうことも言ってくれたので、それはすっごく嬉しかったですね。本当に嬉しかったです。それで会うよって言って紹介したのが初めてだったんですよね、母親に。ちゃんとなんか一生懸命喋ってる姿見て、なんか紹介してよかったなってその時はすごい思いました。そんな和樹を理恵さんは完全に信用しきっていた。あ、ちょっとトイレに。いい人でしょ？しかし理恵さんはここから地獄に落ちていく。今日は理恵にお願いがあんねん。え、何？和樹が本性を見せ始めた。やばい、会社が国税局に目つけられた。え？あらゆる理由をつけて金をむしり取っていく。渡してしまった金の総額はなんと3300万円。動きました。和樹から金を取り戻せ。直接対決だ。さんですよね。私さんの代理人の弁護士の渋谷と申す者なんですが。何それ。もう何なんこれ。この子弁護士だといい。まずはその。結婚詐欺疑惑の男との攻防戦。毎日死ぬこと考えて私の生活を追い込んでたってことを分かってほしい。どれだけ苦しい思いしてるか分かってんの。
一体どうなる。地獄へ一直線。結婚を約束した和樹から金の要求が始まった。今日は理恵にお願いがあんねん。え、何？初めて見た和樹の困った顔。実はずっと大切にしてたバイクが盗まれてな。あんまりやるやつじゃないんやけど、それと同じのをやっと見つけて。それは良かったわね。でも自分で買うと縁起が悪いから、リエに援助してほしいね。でも後で同じくらいの金額のもんプレゼントするさかいなあ。頼む。この通りや。で、いくらなの？600万なんやけど。え、600万？頼む。この通りや。自分で買いたくないんだみたいな感じで言っていて、私の気持ちの中でもちゃんとしてていい人だっていう印象があったので、まあ、別の形で返してもらえるんだったら協力することはできるかもしれないみたいな感じで、なんとかしてあげたいなっていう気持ちも出てきて。パズ君のためなら。ほんまに？彼の言葉を信じて600万円を準備することに。貯金を使えばなんとかなるか。ほんまにありがとう。リエさんは定期預金を解約し、さらにカードローンを組み、彼に600万円もの大金を送金した。後日和樹は約束通りお返しに高級ブランドのネックレスを2つ、そしてブランドのバッグとベルトを買ってくれた。その総額は正規価格ならおよそ160万円。しかしそのブランド品を専門家に見てもらったところ、という刻印がございません。これは完全にコピー品でございます。ブランド品は全て偽物と判明。さらに鬼のような金の要求は続く。バイクの購入費用600万円を渡した直後のこと。はい。やばい、会社が国際局に目つけられた。え、お金が自由に使われへんなって思って、このままやと取引先に迷惑かけてまう。え、なんとかしてあげたいが、もう貯金はない。そこでリエさんは自分の名義でクレジットカードを申し込むことに。しかも1枚やとまた使われへんようになった時、リエに迷惑かけてまうから、念のためこれもええかな。そうね。クレジットカードを3枚も作らされてしまった。はい、ほんまにありがとう。ゴールデンウィーク明けには必ず返すから。ほんまにありがとな。そんな和樹がリエさんのクレジットカードで使った金額は600万円。その後も買ってあげたバイクの整備費用として300万円、歯の治療代として320万円、仕事で使うと高級外車を購入600万円、
理恵さんは消費者金融などを駆け回り、なんとか金を工面。しかし和樹の金の要求は止まらない。バーの改装費用がどうしても必要なんや。すぐに1200万用意できんか。1200万、頼む。頼れんのはリエだけなんや。でももうお金が。貯金も使い果たし、消費者金融からも多額の借金。もうお金はない。そんなリエさんを和樹は地獄の底に突き落とす。会社辞めたら退職金出るやろ、それでなんとかならへんか。でも仕事辞めたって俺が養ったるってな。なんと退職金を得るために会社を辞めろと迫る和樹。そしてリエさんは自分から決断したことはないです。一つもとても大きな決断だったんですけど、私も彼と一緒になりたいという気持ちもあったし。長い間お世話になりました。和樹に退職金を渡すため言われるがまま20年勤めた会社を辞めた。これで彼と一緒になれるなら。しかし長年勤め上げた会社の退職金は300万円だった。和樹からの要求は1200万円。900万円も足りない。そこで、まあ、家も売ろうと思ってるっていうことをその後話をしました。老後も母親と安心して暮らせるためにと購入したマンションを手放した。そこまでして金を工面したのだが、和樹からのメールは、今日いくらやったら振り込みできるん？俺も時間ないねん。少ない金額でも振り込みして。分かった。和樹からのメールは金の催促ばかり。そして金は全くなくなった。理恵さんは家賃の安いアパートに引っ越し、アルバイトでギリギリの生活を余儀なくされた。カズ君と結婚するまで少しの間の辛抱よ。もうカズキと一緒になるしか道は残されていなかった。ところが、もしもし、もしもし、聞こえる？国税に捕まった。え、国税？俺の資金全部凍結されてもて一銭も引き出せんようになってもた。和樹が言うには、これから取り調べや裁判が始まるのだという。せやからしばらく理恵には会えなくなると思う。和樹は逮捕され、取り調べや裁判で忙しくなるからしばらく会えないと言ってきたのだ。わずか半年足らずで理恵さんが和樹に渡した金の総額は3300万。貯金も仕事も退職金も家も全て失った。さらにカード会社からは今も支払いの催促電話が鳴り止まない。失礼いたします。
全財産を男に奪われた理恵さん、この日弁護士に相談へ。渋谷望む弁護士、詐欺や借金問題など被害を受け困った人の味方になるべく日々戦っている。実際彼から、1円でも返ってきたりとかしたんですか？ないです。一切返ってきた？ないです。もう必ずゴールデンウィーク明けには返すって約束をしてくれてましたし、まず将来ずっと一緒にいようって言って何度も言ってくれてたので、まあ、それを、まあ、信じたというか、そのお金の返済の方もそうですし、その一緒に住むっていう話も、和樹の言ったことを信じたい。結婚を誓い合った中、自分が騙されているなんて思いたくない。本当に和樹は結婚する気があるのだろうか。貸した金を返すつもりはあるのだろうか。理恵さんの依頼を受け、一人の男が関西で調査を開始した。探偵三原誠。依頼者に言ってることが本当なのかと、まあ、男が本当にその真面目にこう働いているのかとか、その金銭状況がちょっと分かればいいなとは思う。と意気込む三原だが、実はこの時和樹の居所はつかめていなかった。結婚を約束したものの、和樹は理恵さんに詳しい住所を教えていなかったのだ。しかしこの数日前、和樹から金がないとの連絡が。まだ彼を信じていた理恵さんは彼の地元で会う約束をした。別れた後を追えば和樹の家がわかるはず。彼のことを信じたい。久しぶりに和樹に会えると理恵さんの表情は少し穏やかに見えた。待ち合わせ場所の喫茶店へ。着いてから20分。すると久しぶりの再会にもかかわらず、早速ご飯をおごってもらうつもりか。昼飯を頼む和樹。理恵さんの不安な気持ちは分かっていないようだ。ここで理恵さんが貸した大金で改装したバーの経営について聞いた。お店の方はどんな感じなの？どうやらバーの経営はうまくいっていないようだ。すると、ちゃんと確認して。理恵さんが渡したのは10万円の入った封筒。和樹はさも当然と言わんばかりにその10万円を受け取った。そしてそれを無造作にポケットへねじ込んだ。結婚詐欺疑惑の男の言葉はまだ愛してくれていると受け取れる内容ばかりだった。10万円を受け取り店を出た和樹。会っていたのは
わずか1時間。すると別れには、10万円を手にしたばかりなのに、お金がないとジュース代160円まで背びる始末。ここで和樹は理恵さんと別れ、近くの駐車場へ。すると我々は信じられない光景を目の当たりにする。車の助手席に乗り込む和樹、そして運転席には、こんなところでしたね。女がいる。和樹が乗り込んだ車には女性がいた。一体この女性と和樹はどんな関係なのか。すかさず探偵三原が後を追う。二人が立ち寄ったのはスーパー。ついさっき理恵さんにずっと一緒にいると約束したばかりなのに、理恵さんから受け取った10万円で買い物をしたのか。大きな買い物袋を2つ持ち車へ。女性が運転する車はその後郊外にある住宅街へ。あ、男降りてきた。到着した先はマンションだった。そのまま2人で中へ。そしてこのあと2人が出てくることはなかった。一体一緒にいた女性は何者なのか。探偵三原は引き続きマンションを24時間体制で張り込む。すると深夜、和樹が外出。こんな遅くに一体どこへ。着いたのは飲み屋が多く集まる繁華街。そして深夜1時30分。あ、あれやね、男。あの男や。夜の繁華街に似合うラフな格好で雑踏を突き進む。理恵さんによると、この付近に和樹の経営するバーがあるという。しかし、そのバーには立ち寄らず、雑居ビルにある居酒屋で友人らしき数名と飲みに行った。その後は外でただ喋っているだけ。仕事をしている様子は見受けられない。結局朝方まで和樹は繁華街をうろついていた。その後の調査で理恵さんが貸した大金で改装したバーはほとんど休業中の状態だと判明した。和樹は働いていないのか。バーの他に経営コンサル、不動産関係、美容関係の3つの会社を経営している会長のはず。その一つ、不動産関係の会社の所在地に行ってみると、会社ではなく別の人の住居だった。さらに経営コンサルの会社が入っているというビルへ向かうも、
ここでも和樹が経営しているという会社は確認できなかった。株式会社っていう会社が入ってるらしいですね。ここここにはない。全部埋まってますもんね。さらに経営しているはずの美容関係の会社の住所にも業種が全く違う別の会社が。和樹が理恵さんに伝えていた会社の存在が確認できない。会社の会長という話も非常に疑わしい。その真相は。そして張り込み開始から1ヶ月、衝撃的な光景を目撃する。来た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 。朝8時、和樹が移動する姿を探偵三原の部下が捉えた。あの男や。繁華街から大通りへと向かう和樹。そこにはスレンダーな女性が。2ヶ月前、和樹を駅まで迎えに来た女性に間違いない。よく見ると左手薬指に指輪が。和樹は当然のように車の助手席へ。そして次の瞬間。あ、今チューしましたね。人目もはばからず車内でキス。どうやら和樹とこの女性はただならぬ関係のようだ。理恵さんに結婚を約束したにもかかわらず別の女性とキス。一体この女性は。探偵三原が女性について調査すると。やがて女性のものと思われる SNS にたどり着いた。そこには和樹からのプロポーズをほのめかすコメントとともに高級な指輪を買ってもらったと自慢する写真や、和樹と共に海外旅行へ行った写真などが掲載されていた。一方、この時期の理恵さんと和樹の実際の会話は。もしもし。もしもし。それな。うん。会社辞めて。うん。会社辞めて。そうなの？それで。うん。こそとお母さんのこと。うん。俺守るから。ありがとう。俺絶対俺を裏切らんといて。私ずっと変わってないよ何にも。お前の傘も俺守っちゃうよね。ほんまにお前も守っちゃうし、お前の傘も守っちゃうね。泣かないで。電話口で和樹は理恵さんへの愛を語り、また退職金で理恵さんに借りた金を返済するという。一体この男の本心はどこにあるのだろうか。追跡を続けると2人が帰った場所は閑静な住宅街にある3階建ての豪華な一軒家。マンションから引っ越したのか。立派ないですね。その後も調査を続けるとさらなる衝撃の光景を目の当たりにする。あれ、お
供じゃん。なんとそこには子供の姿が。どういうことなのか。近所のスーパーで女性と子供と一緒に買い物する姿も。仲睦まじく、その様子は家族にしか見えない。そして夜6時、子供たちと一緒にあの3階建ての家に。あの子たちもやっぱりその対象はやっぱり集まってるんじゃないかなと思いますけどね。依頼者から巻き上げたお金でなんかちょっと贅沢な暮らししてるのかなと思いますけどね。3ヶ月の調査の結果、和樹の言う3つの会社の存在は確認できなかった。そして和樹はとある女性と一緒に暮らしており、子供と住んでいることも判明。調査結果を理恵さんにも報告。突きつけられた辛い現実。何信じていいか分かんないよ。まあ、気持ちの整理がつかない。全てを裏切られ、愛は憎しみに変わる。この現実と向き合わなければならない。騙し取られたんだね、お金を騙し取られたんだなっていうふうに、まあ、確信したので、やっぱりちゃんと真実を語ってもらいたいっていう。貯金、仕事、退職金、家、全てを奪われた理恵さん。被害総額は3300万円。奪い取られた金を取り戻せ。結婚詐欺疑惑の男と直接対決だ。11月中旬、理恵さんは和樹と連絡を取り合い、東京で会うことに。弁護士渋谷も合流。聞きたいことは山ほどあるが、真実を知るのも怖い。理恵さんの表情は硬かった。覚悟を決め、新幹線到着時刻に合わせ待ち合わせ場所へ。弁護士と探偵は車内で和樹がやってくるのを待つ。30分後。あっ、うん、理恵さんと和樹が合流。了解です、はい。男の警戒心を解くため、理恵さんはあえて手をつなぎ、渋谷弁護士の待つ方向へ。追跡112日、ついに和樹と直接対決の時。そして、こんにちは。あの、私、私さんの代理人の弁護士の渋谷と申す者なんですが、借金の件でお話ししたいのがありまして、すぐそちらで、ちょっとここでは何なので。あの、何それ、ちょっとちゃんと話したいから。もう何なんこれ、こんなこと弁護士だったらいいです。まずはその言い分とか聞かせていただきたいんですか。いや、もう弁護士だったらいいです。男はかなり動揺していた。その視線は渋谷弁護士ではなく理恵さんを向いていた。信じとった、私も信じてた、このこと。なんでこんなことなんだ。だからちゃんと話しようよ。
私たちも穏便に済ましたいところももちろんありますし、はい、じゃあ行きましょう。しぶしぶ和樹は話し合いに応じることに。男の結婚詐欺疑惑、それを解決するため会議室で話し合いが始まった。和樹に確認したいことは2つ。金を返す気はあるのか、そして本当に理恵さんと結婚する気はあるのか。早速渋谷弁護士が切り込む。まずは借金3300万円を返す気はあるのか。まずですね、退職金で、まあ、3316万返すと。そのとしても払うつもりはもちろんあるってことです。自分の退職金じゃない。どこの口座に、ご自身の口座に振り込まれるんですか。いや、手渡し。金額としていくらですかね。和樹は退職金が1億円も入り、その金で借金を返済するという。だが経営コンサル、不動産、美容関係の3つの会社は全て確認できなかった。探偵三原が調査済みだ。ちなみにその退職金ってどこの会社の退職金が入ってくるんですか。あれ何階にあるんですか。3階です。3階なんですか。大きな高い、そうですか、近くに。そうです。あ、行きました僕。いないって。あるんで言ってるんです。行きました。会社は間違いなく存在すると繰り返す和樹だが、ここから少しずつほころびが。で、本当はいくらぐらいだったんですか、当時売上とか。年収1億やのに退職金1億出せるんですか。会社の1年分の売り上げ全部あなたに渡すことになりますよね。分かんない。今も会社のこと見てない。現在はまだ会長職なのに会社には行っておらず、経営状況もよくわからないという。あ、それだから例えば電話してもらったら僕の方で退職金の事実あるかって聞くだけなんで。別に知らん。のらりくらりと言い訳を続ける和樹に探偵三原が。会社があってそこから退職金が振り込まれるっていう、なんかもうそういうのが分かれば全然もう信頼されて、もうすみませんでしたって感じなんですけど。いや、あんた関係ないのに、僕らの問題。それはそれは僕ね、ずっとやるしきなんですよ。いや、だから、そうそう、もっとやるときちゃうんですよ。俺は、僕らは長いんで。まあ、長いですけど、僕、何月ぐらいでしたっけ。僕、6月ぐらいからずっとやるときしょ。11月からです。でしょ、間抜けてるでしょ。僕、毎日やるときしてるんですよ。いや、でも、そのそうです。それで、こうしましょう、ああしましょう、頑張りましょう、こうですよ、ああですよって言って、僕、もうずっとこう必死に助けてきたんですよ。それでお金を返してもらう、もう死ぬとか言って、もう死にたいとかなってるから、もうちょっと頑張りましょうよって言って、でここまで来たんですよ。でやっぱ会社されてるから、まあ、お金も返してもらえるかもしれないっていうちょっと希望とか持ってですね。でもうこうなることは意外と想定できてました。やっぱり水商売されてたから演技できるからですね。私の方がどりどりだけ辛い毎日送ってるか分かってるから、助けようとして一人たりとも払ってくれたことないじゃん。でも最後の助けようと。この後理恵さんがついに思いの丈をぶつける。髪を切るお金もなきゃさ、化粧品買うお金もなきゃさ、洋服買うお金だってないよ。何にもない。絶対許さないから。さらに一緒に住んでいるあの女性は誰なのか。
女性に直接電話をして真実を明らかにする。あ、今弁護士となんかテレビ局が来て、なんかスピーカーにして、スピーカーにしてって言われたらスピーカーする。驚愕の事実が明らかに。被害総額3300万円。女性会社員から全財産を奪い取った男と直接対決。もう一つの疑惑、結婚する気はあるのか。和樹は薬指に指輪をはめた女性と同居。さらに一緒にキャッチボールをする子供も。一体どういう関係なのか。マンションから3階建ての一軒家に引っ越していることも探偵三原が確認している。自宅ってどちらにお住まいですか。知り合いの社長が借りてるマンションで、今家はあそこですよね。今じゃないです。あのマンションから3階建てに。一緒にいるところもずっと確認してるんですよね。休んでます。ここで探偵三原は和樹が一軒家に帰っている証拠写真を見せる。これがあれなんですよね。ここなんですよ。あ、そうなんですか。はい、これってたんですよね。まあ僕ですね。ですよね。確たる証拠を突きつけられ、和樹はまあトマトがありますけど、はい、でも住んでないです。苦しい言い訳だ。そこでついに渋谷弁護士が確信をつく。突きつけたのは和樹の戸籍謄本。なんとこの話し合いのわずか2ヶ月前に和樹はあの女性と入籍。またあの子供たちは女性の連れ子であることが判明。ね、実際これって席入れられたんですかね。なんか見えましたけど。おお。借金があるんで、もし返さなかったら結婚してくれ。嘘か誠か、和樹の話によると、あの女性から600万円を借りていて。それを口実に結婚を迫られ、泣く泣く入籍したという。返済したら別れてもいいですっていう。はい、返したら、うん、結婚してもいいって。本当に借金の方としてってこと。そうそう、隠しちゃったことは私、ごめん、申し訳ないなと思ったんですけど、僕の気持ちは全然変わりませんし、うん、一緒に大きいままになって、うん、早く借金返して持ちたいなっていう気持ちは変わってないです。借金を返し終われば別れるという条件で、渋々婚姻届に判を押したという。その方から何ではそういうことって可能ですか。和樹の妻に連絡を取る。本当に借金を条件に結婚したのか、それを確認するため2ヶ月前に結婚したばかりの妻に連絡。だが和樹は電話をなかなかかけず、スマホに何かを打ち始めた。なんか打ってるよね。だから電話出てくれって。いや、だから電話かけてよ今。打たなくていいから。つまり口裏合わせのメールでも送っていたのだろうか。あ、今弁護士となんかテレビ局が来て、なんかスピーカーにして、スピーカーにしてって言われたらスピーカーする。寝るとって実際もうやっぱり600万借りとって、ね、それです。
弁護士の渋谷と申す者なんですけどね、今回ご連絡差し上げたのが600万そもそもさんに貸してるんですよね。ああ、はいはい。で、払えんかったら結婚してよって話になってたんですかね。うん、そうですね、もう払えそうですね。うん、逆に言ったらね、払ったら離婚してもいいよって感じなんですか。返したらですか。うん、600万。約束は特にしてないんであれなんですけど、なんかさんがそういう形 の、まあ別に言われたらそれは仕方ないから別にあれですけど。和樹の妻は借金を返済したら離婚するという約束などしていなかった。さんにお金借りてたってことはご存知だったりします？さんが理恵さんからの莫大な借金について和樹の妻はどう答えるのか。理恵さんと結婚を約束したにもかかわらず別の女性と2ヶ月前に結婚していた和樹。その和樹の妻に電話して理恵さんからの莫大な借金について話を聞く。さんにお金借りてたってことはご存知だったりします？さんが、うん、借りてたんじゃなくて援助って聞いてます。そうですね、貸してるっていうふうには私は捉えてなくて、借りてるんじゃなくて援助と聞いてたと。で、なんかさあね、いずれ返したい、退職金で返してあげたいって言ってるんですけど、その話聞いてたりします？まあ援助してもらってたから、そのね、そういう気持ちがなくて全部ありがとうありがとうっていうわけじゃないから、そういうふうな感じなんですよね。うん、ね、やっぱ助けてもらってたから いずれ自分がその安定っていうか自分ができるようになった時にはやっぱりお礼をちゃんとしたいっていう結構理性な人なんで。和樹の妻は理恵さんの金と知っていた上でそれが借金ではなく援助だと聞いていたという。莫大な金額を援助、そんな話をこの女性は信じたというのか。あ、共犯じゃないですか。グルじゃないの。その後も和樹はのらりくらりと話を交わしていく。自分が騙されたことを確信した理恵さんはついに思いの丈をぶつける。私まだ地獄みたいな毎日が続くんだね。こんなことしたくなかったけどさ、本当に辛くて髪を切るお金もなきゃさ、化粧品買うお金もなきゃさ、洋服買うお金なんてないよ、何にもない。どれだけ苦しい思いしてるか分かってんの。心配かけたくないと思ってさ、すごい辛い毎日送っててもさ、ちょっと連絡取ってる時そんなこと一言も言ったことないけどさ、毎日さ差し押さえで怯えてさ、日払いのバイトしかできなくて就職もできなければさ、毎日死ぬこと考えて謝ってすぐ問題じゃないよ。私の生活を追い込んでたってことを分かってほしい。ユウが私のこと本気だってどうやったら信じられるの。
絶対許さないから、絶対許さないから。和樹は来年1月に借金を全て返すことを書面で約束した。それを破った場合刑事告訴する方針も伝えた。しかしこれまでの経緯を見れば、和樹が約束を守るとは思えない。